はい、皆さんこんにちは、川田です。ハムコロリンやりましょう。その日もハムコロリンは夢を見ました。いつも見ている夢の続きです。あらかわ、そこには素敵なお菓子の国、世界が一瞬野菜に見えちゃった野菜のどこかには全てがお菓子でできている国があるのです。全く意味のわからない文章になっちゃった。そこではどんなお菓子も食べ放題。あらあら、糖尿まっしぐら。はっ。目を覚ましたハムコロリンは気づきました。冒険の扉はもう開かれていたのです。さようかと、まあ、名前の通りハムをコロリンする画期的なゲームですね始まりの道。画面の好きなところをスワイプで引っ張るとハムコロリンの向きが変わるよ。ほう。好きなタイミングでショットボタンを押してね。カービィボールみたいまんま言ったけど、ちょっと違うけどね。で、マックス。ステージクリア、早っ。これ周りの回し車とかに吹っ飛ばしたらコロコロしてくれるかな。スターを取ったらステージクリア。ショットの回数や拾ったフルーツ飴の数でスコアが決まるよと。だったらこれは壁を使ってガンゴ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 ンって反射して、ちゃんとあのマーブルチョコみたいなやつ、スターかな、スターじゃないや、飴か、取った方が良かったのかな。ステージ2。鉛筆がある。これ刺さったら大変だぞ。下の2つのボタンでステージを見回せるよと。見渡せるよか。ケージがある、かわいい。コースアウトとかしちゃうとやっぱダメなのかな。加速装置みたいなのあるぞ。お、ちゃんと角度も見れる。一応このチョコというかこの方向に飛ばせばいいかな。あー、しまった、取れない。しっかりと転がしてあげた方がいいんだね。ショットするごとにお腹が空いて体力が減るよこれは壁にぶつかってダメージを受けて体力が減ってるんじゃないのか。ステージに落ちているフルーツを拾って体力を回復しよう。あれか、なんか角度というか、コロコロコロ、しっかりと取りたいからね。まあ、ちょっと回復のは取れなかったけども、ちなみにこの向きからこの加速板に行っちゃうとどっち向きに飛ぶ？あ、ちゃんとそっちに行くんだ。おお、絶妙に外しやがった。飴を。ステージ3。うおー、いきなり落ちそう。何これ？これ、いきなり飛ばすんじゃなくて、軽く転がしてあげた方がいいのかな？半分ぐらいので行ってみるか。コロコロコロ。チリン、転がるぞ。チリン、転がるぞ。ああ、取れなかった。そして壁にぶつかって、そのまま転がって。あれー、落ちていった。奥の方まで行ったら、なんか取れそうだったけどね。上のマーブルチョコ。この穴にストンと落としたら、そのままゴールに行けるのかな。こっちの螺旋階段を通ってもいいけど、どっちから行こうね。こっちの狙ってみるか。ちゃんと落ちれなかった。この向きのね、なんか軌道というか、ちょっと動かすだけでね、グイングイン動いちゃうからね、結構厄介だ特になんかギミックを使ったボーナスがあるってわけじゃないんだね。おお、なんだこれどこを使っていくのがいいんだろう。普通にこれスポボボボボンって言ってくれるのかな。で、ルートがいくつかあって好きなところを選ぼうってことか。多分このパイプの中に入れたら自動的にすっ飛ぶんだろうな。マックスぐらいでいってみる？はい。スポン入って、コロコロコロ、そのまま吸い取られて、
スポン、右左どっちに行く？どっちにも行かない。これ待ってたらスター取れるかな。とりあえずこっちに進みますか。一応パワーをつけてスポン。パワーあんま関係なさそうだけどね。ストン、このまま転がってスターを取れない。スターを取れたけどもアメちゃんが取れなかったね。この辺りはまだ簡単なステージだけども、どこからきつくなってくるかな。ウサコロリンと会った。やっつけろ敵だ。違うのかな。キャラクターによってショットの角度が変わる。ハム以外もあるんだ。まさかのハムコロリンリストラ。そんなわけじゃない。ジャンプが得意なウサコロリンで高いところに登っていこう。矢印やフルーツの影を見るのがコツ。本当だ、軌道がコロリンと違うね。ハムとポーン、こんな感じか。こっちを使って2打でいけたりするかな。無理しない方がいいかな。ここはマックスよりちょっと手前ぐらいで、はい、ナイスヒット。何ステージくらいあるんだろうね。お、これは切り株。あー、これでも強く飛ばしちゃうと、あー、やっぱり取れなかった。飴が取れないっていう感じになっちゃうから。お、コロコロコロ、ホールインワン的なやつ。やったね、1打クリア。ホールインワン、ホールないでしょ。トラコロリン、なんだろう、転がるのが早いのかな。すべてのキャラクターはみんなスキルを持っている。転がっている最中にもう一度画面をタップしてみよう。そんなのあったんだ。ダッシュ。あれ、なんか左にも行けそうな道あったね。コロンコロコロコロン、そして大砲に入って発射。クリアー、ホールインワンできた。青少石だ、違う。左下のボタンでキャラクターを変えられるよ。おお、キャラクターはゲームを進めていくとどんどん増えていくよ。おお、とりあえずでもこれだったらハムコロリン、星がどこにあるかわかる。踏ん張り、タップすると少しだけ踏ん張る。おお、トラコロ、こっちの方が使いやすいんじゃない。これでグイーンとこっちに行って、ダッシュでさらに進んでくれなかった。でもこれで、うん、ちょっとここを飛び越えていくか。あー、なるほど、そこのこの右の上から行ってもよかったんだね。レバーをどうにかしないと。パッタン、回復しろ。あー、これいちいちメニュー開くのがもったいないな。なんかワンタップで簡単に切り替えとかできないのかな。コロ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 、ダッシュで跳ね返ってうまくキャッチ。今のは良かったね。お、トータルスコア、これでなんか一面クリア的な。なるほどね。ステージん1000 そんなにあるの。リザルトが出てと、あ、なんか実績解除した。ここはホームタウン。集めた飴やフルーツを星のかけらに変えたり、星のかけらを使って新たな仲間を手に入れることができる。準備をして新しい冒険に出かけよう。転がってった、見ない顔だほ。お菓子の国探してるんだほ。これガチャか。新しい仲間手に入るかな。ガオコロリンボム、へー、5人までだからあと1人連れていける。
ミーが趣味で作ったムービーを試しに見てくれたら。なるほどね、広告再生でガチャが引けると。エテコロリン、バナナ好き。全くわからないね。スキルの効果が。今日のニュース、月のかけら、ショーコロリン。これ人によって、人じゃない、日によって変わるのかな。これ転がって街を探索することもできるのかな。で、普通に選んで、こうやってお店に行くことの方がいいんだろうね。フルーツ、いいよ。星のかけらを探しに行こうか。ビンゴやりたい、木を育てたい。へえ。フルーツの木。星の水がないと無理。ビンゴ。ビンゴビンゴ、楽しいビンゴ。一列を揃えるごとに星のかけらをあげる。やったね。ゲームオーバーになるってのはさっきの落ちたやつでよかったのかな。なるほどね。まあフルーツの木ってのはまだ先でしょう。お友達、それはまだいいや。冒険に出かける。どんくらいステージなんだ。ホームがあって、風の砂浜。8、多くないステージ。エンド、あ、これは各ステージのか。なるほど、こうやってピョンピョンで、いろんな仲間のスキルを使って、うん、進めていって、新しい仲間のおかげで、今までクリアしづらかったところが、より簡単にクリアできるようになったりみたいなこともあるんだね。はい、死んだ。飛びすぎちゃうとこうなると。なんかピョンって飛ぶ系が多いね。パワーがあって、かつ、こういう飛ぶ系だったら、面白いショートカットとかできそうだね。まあ、ここは無難にクリアしておいてと。レベルとかあんだ。へえ。レベルが上がればパワーが上がって、なるほど。その飛ばす力とかが増えていくんだろうね。そんな感じで進めていくハムコロリン。ちょっとステージが多すぎるんでね。一度には紹介できないけども、とりあえず序盤はこんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。